故大平総理大臣の内閣及び自由民主党の合同葬が行われる日本武道館です。19発の弔砲が鳴り響いています。ただいま故大平総理大臣の遺骨が喪主大平洋さんの胸に抱かれてこの会場に到着したところです。先導は葬儀委員長を務める伊藤正義総理大臣臨時代理、続いて茂子夫人、喪主の次男ひろしさん、そして家族の方々がその後に続きます。演奏されている曲は陸上自衛隊による慰安するです。故大平総理大臣は5月30日参議院選挙公示の日、狭心症で東京虎ノ門病院に入院し、6月12日心筋梗塞で亡くなりました。70歳でした。昭和53年12月総理大臣に就任、在任期間1年6ヶ月でした。現職の総理大臣が亡くなったのは戦後初めてのことです。式場には
国会議員をはじめ、外国から50カ国220人の弔問使節が参列しています。式壇中央に遺骨が安置されます。アメリカからはカーター大統領が参列しています。中国からは夏国鋒首相が見えています。5月末初めて日本を訪れた夏国鋒首相は、故大平総理大臣が会談した最後の外国の首脳となりました。皇太子同妃両殿下、正仁親王殿下、高仁親王同妃両殿下、友仁親王殿下がご臨席されます。皇太子殿下、美智子妃殿下、それに皇族の方々が席に着かれます。天皇陛下、皇后陛下お使いがご臨席されます。天皇皇后両陛下のお使いは浦部侍従です。ご着席願います。 Please be seated。開式の辞、小渕葬儀副委員長。葬儀副委員長の小渕総理府総務長官です。ただいまから故大平正芳内閣自由民主党合同葬儀を執り行います。100人の儀仗隊が入場します。ご起立願います。 Please rise。 故大平正芳内閣総理大臣に黙祷を捧げたいと思います。 A silent prayer for the late Prime Minister Masayoshi Ohira。黙祷。
演奏される曲は国の鎮めです。黙祷を終わります。祭壇は白いカーネーション、菊の花、全体として白を基調としたものになっています。これは個人の清廉で実直な態度を表したいという狙いからということです。勲章の数々、中央のすぐ左が大勲位菊花大綬章です。私は先に国会において内閣の首班に選ばれ、組閣早々来年度予算の編成を了し、ここに第87回国会を迎えました。この機会に市政全般にわたっての私の所信を申し上げ、国民各位のご批判とご理解を得たいと思います。我々が今目指しておる新しい社会は、不信と対立を克服し、理解と信頼を培いつつ、家庭や地域、国家や地球社会の全てのレベルにわたって真の生きがいが追求される社会であります。各人の創造力が生かされ、勤労が正当に報われる一方、法秩序が尊重され、自ら守るべき責任と節度、他者に対する理解と思いやりが行き届いた社会であります。私はこのように文化の重視、人間性の回復をあらゆる施策の基本に据え、家庭基盤の充実、田園都市構想の推進等を通じて、公正で品格のある基本型福祉社会の建設に力をいたす決意であります。Let me first express my thanks to you for having invited me to Washington for a brief but thorough and very constructive discussion on matters of our mutual concern. I feel a special sense of importance that I have come to talk with you at a very difficult and trying time for all the people in the world. Freedom, democracy, justice and peace, which we so dearly share among us, can be seriously harmed for long years to come if we now fail to stand together. ただいまは個人を忍び、生前の声をお聞きいただきました。追悼の辞、伊藤総議員長。
葬儀委員長の伊藤総理大臣臨時代理です。伊藤さんは故大平総理大臣とは俺お前と呼び合える最も親しい友人の一人でした。また内閣官房長官として大平政権を支えてきました。長次、本日ここに小児大勲位故内閣総理大臣大平正芳閣下の内閣自由民主党による合同葬儀が執り行われるにあたり、謹んでご礼前に追悼の辞を捧げます。去る5月30日、我が国憲政史上初の衆参両院同時選挙の激闘、あなたは全国遊説の大政にあたり、渾身の精力と情熱を込めて内外の急務を解き、政局の安定を訴えられました。その大政は梅雨の空に響き、その態度は同等として長州を圧するものがありました。その時あなたは突然心臓の異変を生じたのであります。しかしその苦痛を忍び、最後までその日程を終えられました。そして入院わずかに前日よ、天命は非常にもあなたを天上白玉楼に迎え取ったのであります。大平総理、あなたは平勢信用を守ること厚く、遊戯を重んじ遠望信慮、ひとたび決意するやその初心を貫かねばやまぬ人でありました。その生涯は文字通り奉火のため国民のために捧げ尽くされました。そして70年の生涯を聖戦の最中、不慮の病死によって閉じられたのであります。本日ここに永別の時を迎え、ありし日の恩用を忍び、万感胸に迫って言語に絶するものがあります。あなたは明治43年3月、香川県水戸郡豊浜村の農家に生まれ、たまたま大正デモクラシーの時代にあたり志を立てて高松工商に学び、東京商科大学を経て大蔵省に奉職し、池田大蔵大臣秘書官を務め、昭和27年先輩中の勧めによって共同香川県より衆議院選挙に立候補されました。これがあなたの政界の発足であります。政界に入って8年、早くも池田内閣官房長官の要職に就かれ、豪直な総領を助けてよく打ちを収め、つとに将来の日本を背負う逸材と目されました。あなたの見識裁判はその後至るところに発揮されましたが、70年代に入り戦後世界がようやく転換期を迎えるや、外務大臣、大蔵大臣、自由民主党幹事長の重職を歴任され、激動の時代の克服に全力を傾けられたのであります。とりわけ外務大臣としてのあなたは透徹した洞察力を持って歴史の崇高を見極め、昭和47年には至難と見られた日中国交正常化を成し遂げて、隣国10億の民との間に子子孫孫にわたる友好の架け橋を築かれました。心を腹中に置く姿勢と信念に準ずる不屈の精神がなければ、この偉業は成就し得なかったと言っても過言ではありません。さらに昭和49年には国際的調和を創造した功績により、米国エール大学から名誉法学博士号を授与されたのであります。あなたはまた豊かな知見を持って常に優れた経歴を提示されました。
地方の時代、文化の時代の到来を洞察した田園都市国家構想もあなたのこの時代における理想の結実であります。昭和53年、あなたは時はだかも80年代の開幕を目前に控え、世界はエネルギー不安や通貨変動の嵐が激しく吹き荒れ、巨大な衝撃波が次々と我が国を襲ったのであります。あなたは寝食を忘れて国民生活の安定に尽瘁されました。我が国が第二のエネルギー危機を世界のいずれの国にも増して見事に克服していたのもあなたの輝かしい功績であります。大平総理、あなたはさらに国際情勢の緊迫する中で首脳外交を展開され、我が国の国際的地位の向上に大きく貢献されました。諸外国との友好親善関係を含め、世界の平和と秩序の維持発展のためにあらゆる努力を傾けられ、とりわけ我が国外交の基軸である日米友好親善関係をかつてないほどに強固なものとされたのであります。さらに昨年6月、東京サミットを成功に導き、世界経済の発展のために大きな貢献をされ、12月には中国を、本年正月には欧州ニュージーランドを訪れて、これら諸国との友好を深められました。またこの5月にはアメリカ大陸へ飛び、米国、メキシコ、カナダを歴訪されました。この旅の終わりに近く、ユーゴの首藤大統領の訃報に接するや、急遽予定を変更して国葬に参列し、首藤には聖徳に立ち寄るなど超人的なスケジュールを消化されたのであります。少しは休養を取るようにと進める私どもに対して、あなたは政治家は倒れて後病むと感じられませんでした。我々は論牛とあだ名されたあなたが、内においても外においても党本清掃、身命を惜しまず立ち働かれるありさまを脅威と畏敬の念を持って見守るばかりでありました。しかし我々は深くにもあなたのご身体が今や極限まで使い果たされておったことに気づかなかったのであります。国内政局の不安定もあなたのご心身を露する要因であったに違いありませんが、顧みて痛恨の極みであります。国運を担い重大な使命を果たして長途の旅から帰られたあなたを待っていたかのように、内閣不信任案が上程され、しかも予期せぬ事態によってこれが可決されました。あなたの決断は速やかで、直ちに衆議院の解散が決行せられました。人を愛することを深く、争いを好まず、静かな施策を求め、明日枯れる花にも水をやる心を大事にしたいと言われた心優しいあなたに、時代はさらに過酷な国危と緊張を強いたのであります。ひとたび総理病に倒れるの方が伝わるや、解を願う国民の声は巷にあふれ、海外からも心からなる見舞いが多く寄せられました。医師看護団の献身的な加療によって、病状は日を追って解放に向かうかに見えました。我々はようやく周囲を開き、あなたもまた病苦を押してベネチアサミットに出席する決意を固められ、これに伴う初版の準備を指示されました。まさにその翌朝を未明、病勢にわかに改まり、人々の祈りも虚しく復帰の客となられたのであります。大平総理、あなたは病床にあっても終始政局の安定を念じ続けられました。選挙は無事に終わり、見事な成果を収めました。しかし
その結果を報告しようにも、あの恩願はもはやありません。団長の思いとはまさにこのことであります。あなたを失って、改めてその存在の偉大を知り、我々の失意と悲哀は例えようもありません。ましてやご遺族のお悲しみは察するにあまりあります。大平総理、神は時代が最も危険な曲がり角に処するとき、あなたを選んで我が国の指導者とし、その運命を託されました。あなたは深い施策と生むことを知らない努力によって、立派にその使命を果たされたのであります。我々は不憫ながら、あなたの志を継いで、政治の信用を降伏し、新しい時代を打開していくことをお誓いいたします。ここに国民閣議とともに、あなたのご功績をたたえ、心からご冥福をお祈りいたします。産むことを知らず、苦難に耐えて、理想に邁進してこられた大平総理、今はただご冥福とご冥上をお祈りして、永別のご挨拶といたします。昭和55年7月9日、葬儀委員長伊藤正義。葬儀委員長を務める伊藤総理大臣臨時代理の10分を超す追悼の言葉でした。西村自由民主党副総裁。続いて西村自由民主党副総裁の追悼の辞です。内閣総理大臣、自由民主党総裁、小児大区議、故大平正義君の内閣自由民主党合同葬儀が執り行われるにあたり、ここに自由民主党300万の全党員投票を代表し、謹んでご礼前に最後のお別れの言葉を申し上げます。今ここに君の巡行なる遺徳を忍び、偉大なる功績を称えんとする内外の賓客、友人、知己が各も多数参列されたにもかかわらず、すでに移しみの君の栄誉はなく、我々をまたその境外に接し、あの笑顔を呼び戻す術を知りません。悲しみに暮れる君のご遺族とともに、ただただ痛恨の思いばかりであります。思えば君の生涯を貫いて鬼滅の光彩を放つ者は不屈な自己犠牲と献身の精神でありました。とりわけ内閣総理大臣として国政担当の重責を担われてからは、
内外にわたる歴史的大変換期の苦悩の十字架を一心に願い、官目にしてよく通貨に耐え、神明をとしてその政治的使命を達成されたのであります。君は外に向かっては東京における先進国首脳会議の議長として石油危機下の世界経済の安定に尽瘁されたのをはじめ、新たなる国際情勢の変化に処して東奔西走、友好諸国との協力関係の強化に偉大なる役割を果たし、世界平和の維持に貢献されました。またうちにあっては困難な経済情勢のもとにあって、よく国民生活を防衛しつつ安定政権への軌道を敷くとともに、田園都市構想、家庭基盤充実政策など高度成長以後の我が国政治が目指す指針を示されたのであります。さらに政党人として我々の機関とすべきは、君の自由民主党への燃えるわがとき忠誠心と厳しい自制心に連れられた政治行動でありました。過去幾たびか君が政権担当に十分なる力量と手腕と機会とに恵まれながら、政局安定のためその栄光の座を余人に譲った逸話はあまりにも有名であります。その寛容なる君の指示とは、自由民主党総裁に就任後も変わることなく常に寛容をもってことに臨み、よく議会制民主主義の態度に誤りはなかれし、また我が党の団結と前進のために大きな指導力を発揮されたのであります。さらに君の進化を何よりも鮮明に歴史に刻んだのは、崇高なる先進を比すべき壮烈な君の作業でありました。今回の衆参両院議員選挙の悲劇と悲運にも病に倒れました君は、最後の一瞬まで選挙の必勝と政局の安定、そしてベネチアサミットへの出席を念じ続けながら、ついに見解に去られたのであります。無償に飾られた君の行けは、常に我が党候補者たちの選挙戦の陣頭に立ち、君の最後の演説の声は録音テープを通じて日本国民に訴え続けました。かくて我が自由民主党は衆参両院にわたり圧倒的な勝利を収めることができましたが、文字通り君は自らの死をもって我が党の圧勝をあがなったのであります。だがこの勝利を誰よりも喜ぶべき君は今はなく、我々傍人として君が党に残した偉大なる遺産と責任の重大さに恐々たる思いを禁じません。今はただ一刻も早く悲しみを乗り越え、君の終生の願いだった政局の安定と国政の前進のために、全党員一致結束全力を傾倒することをお誓いし、君の眠りの安らかにならんことに努める決意であります。ここに君の生前の業績をたたえ、意図を追慕しつつ心からご冥福をお祈りしてお別れの言葉といたします。昭和55年7月9日自由民主党副総裁西村英一。
西村自由民主党副総裁の追悼の言葉でした。衆議院代表灘尾弘吉殿。衆議院を代表して灘尾弘吉さんの追悼の言葉です。灘尾さんは故大平総理大臣と第二子としては同期生、大平さんが内閣官房長官として寛容と忍耐を演出した池田内閣では灘尾さんは厚生大臣でした。内閣総理大臣、自由民主党総裁、小児大勲位、大平正芳君は、多年県政のために尽力し、特に因果をもってその功労を表彰され、しばしば国務大臣の任につき、再度内閣の主犯として重責を担い、国政を統理されました。君は終始平和外交の推進に心魂を傾け、また経済の発展と社会福祉の増進に力をいたし、国際的地位の向上と国民生活の安定に貢献されました。その功績は誠に偉大であります。衆議院は君の調整を哀悼し、謹んで聴取を捧げます。昭和55年7月9日衆議院を代表して灘尾弘吉さんでした。参議院代表安井健殿。参議院を代表して安井健さんです。内閣総理大臣、小児大勲位、大平正芳君は、多年我が国民衆政治発展のため力を尽くされ、特に内閣の主犯として再度その重責にあたり、経済の発展と国民生活の安定に尽瘁するとともに、諸外国との友好親善を深め、国運の進展と世界平和の維持増進に貢献されました。その功績は誠に偉大であります。参議院は君の調整に対し謹んで哀悼の意を表し、うやうやしく聴取を捧げます。昭和55年7月9日。
参議院を代表して安井健さんでした。最高裁判所長官服部孝明殿。服部最高裁判所長官です。追悼の辞。本日ここに小児大勲位故大平正芳氏の内閣自由民主党合同葬儀にあたり、謹んで追悼の辞を申し上げます。氏はその生涯を通じ我が国家のために献身されましたが、特に内閣総理大臣として内外の情勢が極めて複雑困難な時にあたって、高邁な執権と豊富な経験等をもって我が国の発展と繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい幾多の業績は長く歴史に残るものと信じます。この度志半ばにしての突然のご逝去に接し、痛恨限りなく誠に哀悼の極みであります。ここに心からご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族のご安泰を祈念し追悼の辞といたします。昭和55年7月9日最高裁判所長官服部孝明。服部最高裁判所長官でした。友人代表森永貞一郎殿。友人代表として森永日銀前日銀総裁が友人代表として追悼の辞を述べます。森永さんは大蔵省で故大平総理大臣の4年先輩にあたりまして、昭和24年大平さんが池田大蔵大臣の秘書官を務めた時に大蔵省官房長でした。常時大平正芳さん、今私はあなたのご霊前に長のお別れを告げようとしております。まさに断腸の思いであります。あなたは5月末急病でご入院、当時外遊を予定しておりました私といたしましてはご病状を案じましたが、だいぶお疲れたというので予定通り出発いたしました。その後のご経過も好転を伝え安心しておりましたが、その矢先
6月12日創業突然の訃報に接し、しばし雇用を失いました。急遽帰国し、空港からご密葬に駆けつけるのがやっとでございました。無常は世の常とは申せ、あまりにも慌ただしく行かれたあなたのご心中いかばかりかとお察し申し上げます。痛恨誠に闇がたきものがございます。あなたは昭和11年に大蔵省に入省以来、お互いの交友は40年に余るものがあります。はじめある外国関係の調査事務であなたと組んだことを覚えております。あなたの素朴で真面目な落ち着いたお人柄に魅せられ、その後も機会あるごとに交友を重ねてまいりました。いくつかのポストを経て、昭和23年あなたは経済安定本部に転出。私もその頃同本部におりましたが、お互いの住まいも近いなどから親しさを加えて家庭的な交わりも深まってまいりました。その後あなたは24年半ば池田大蔵大臣の秘書官にご就任。私も大蔵省官房長に復帰し、身近なところであなたの寝食を忘れての池田さんへの献身ぶりを目の当たりにしたのでありました。あなたの政界入りのご決意はすでにこの頃芽生えていたのでしょうか。27年には郷里で衆議院選挙に初出馬、見事栄冠を担われ、以来連続当選11回に及んでおります。30年に近い政界でのあなたのご活躍の中で、私はただ2、3の思い出を申し上げます。昭和35年池田内閣がなり、あなたは官房長官として入閣されました。安保問題で荒れ狂った人心をいかにして落ち着かせるかが急務でありましたが、池田内閣は官業と忍耐をキャッチフレーズに世情を安定させ、国民の関心を大きく経済成長に向けることに成功しました。この間官房長官としてのあなたの極真を見聞し、頭が下がる思いでありました。その後の14年にわたる我が国経済の目覚ましい高度成長ぶりは、経済自らの活力によるものではありますが、その推進に大きく寄与された池田さんの達識と、終始力強く池田さんを補佐されたあなたのお業績を忘れてはならないと思います。その後あなたは数々の要職に就かれ、49年には大蔵大臣にご就任。私もご縁がございまして、同年末日本銀行総裁に就任いたしました。その折から石油ショック後の経済界の混乱が収まり、厳しかった財政金融の引き締めも緩やかに向かうべき時期でございました。あなたはその間の情勢を洞察し、進んで手を打たれ、日本銀行による何回かの公定歩合の引き下げにも機敏に応じていただきました。53年秋内閣総理大臣にご就任の直後には再び石油危機が到来し、物価情勢は再び急をつけるに至りました。この間に秘書し、あなたは迅速に政府全体の施策を整えられることとともに、金融面では公定歩合の累次の引き上げに英断をもって応じていただいたのでありました。私の退任後のことでありますが、衆議院予算審議中にも要すれば公定歩合を変更するという先例が開かれましたことは、あなたのご決断に合うところが多かったと存じます。財政面では大蔵大臣ご在任当時、景気回復のため公共事業費等を増額し、折からの歳入不振のもと国債発行額が増加し、国債依存度も累増いたしましたことはやむを得ないことでありましたが、あなたは内閣総理大臣ご就任後、巨大化する国債発行を憂慮され、財政健全化に向かって予算編成を力強く指導されたことは私どものよく知るところであります。最後の
ご入院中にも財政のことをご心配であられた由を受けたまわりました。このことはあなたのいわばご遺言として私どもが明記しなければならないところと信じます。あなたは国際的にも大いに活躍されました。特に昨年は東京サミットを主催され大きな成果を挙げられました。今年はベネチアサミットへのご出席が直前になって叶わぬことになりました。あなたは一見柔和な中にも硬直な反面がありことにあたっては熟慮断行し信念を貫かれました。内外ともに多難の折からますますあなたのご英断に待つべきものが多かったのににわかにあなたを失ったことは誠に残念でなりません。あなたのご家庭はクリスチャンのあなたにふさわしい清らかな温かいご家風で訪れる私たちの心をいつも豊かにしていただきました。今課長のあなたのご旧姓で茂子夫人をはじめご家族の皆様のご悲嘆いかばかりかと存じますが皆様はあなたのご意思を対し今は立派に立ち直っておられます。現に女性の森田はじめ氏はあなたの志を継ぎ折からの衆議院議員選挙に立ち見事当選されました。今後のご活躍をお祈りたいと存じます。私の好きな詩の一節に山上山あり山行くそうというのがあります。我々が幸いにしてこの山を越えることができたとしても目の前にはまた次の山が立ちはだかるに違いありません。すなわちこの世界を支える我々の努力には終点はないかもしれません。この言葉はあなたが昭和50年9月ワシントンの IMF 世銀総会での演説の末尾に述べられた言葉でございます。あなたのご一生特に政界でのご経験は山また山でございましたがあなたは見事にそれを乗り越えてこられ誠にご苦労様でございました。しかし天国にはもう山はないと思います。どうぞ安らかにお眠りください。昭和55年7月9日森永定一郎。友人代表として森永前日銀総裁でした。そうなんですよ。今ですね、今の友人たちがおりまして、これから当然これからの検査を始めます。はい、56分から。ただいまから天皇陛下皇后陛下お使いのご拝礼がございます。ご起立願います。 The envoy of their majesties, the emperor and empress will pay tribute. Please rise.天皇皇后両陛下のお使い浦部侍従の拝礼です。
皇太子東妃両殿下、正仁親王殿下、高仁親王東妃両殿下、智仁親王殿下のご供花がございます。 The laying of flowers by their Imperial Highnesses the Crown Prince and Princess, His Imperial Highness Prince Hitachi, their Imperial Highnesses Prince and Princess Mikasa and His Imperial 皇太子殿下、美智子妃殿下、そして皇族の方々が礼前に聖花を備えられます。供華を終えられて皇太子殿下、美智子妃殿下が退場されます。ご着席願います。Please be seated.
これより献花を行います。伊藤村議員長夫妻、続いて献花です。まず伊藤総理大臣臨時代理ご夫妻です。